じゃじゃーん。日本代表に追加招集された新しい仲間の登場です。アフロディ、これが今の僕のサッカーさ。アフロディ、まさかお前があんなに熱いプレーをするとはな。ああ、見てるこっちまで魂に火をつけられちまったぜ。それは最高の褒め言葉だな。さあ、いよいよ始まります。日本対アメリカ。スペインと引き分けた日本とロシアを破ったアメリカの戦いに、観客の興奮もすでに最高潮に達しています。両チームに関して気になるニュースが飛び込んでますね、大将さん。はい、まずはこの試合から日本代表に天空の支配者アフロディことアフロテルミ選手が参加しています。神と称されるその美しい技の数々をこのロシアの大地に刻み込むことができるでしょうか。そしてアメリカ代表ですが、なんと代表選手全員が総入れ替えという前代未聞の事態となっております。情報によると練習中の怪我による交代とのことです。新しく代表入りした選手に関しては過去に目立った実績もなく、その能力は未知数です。アメリカ代表、いいチームだったけどね。兄さんの思い通りになるかどうか。ったく不気味な奴らだ。11人全員がオリオンとはな。面白いじゃねえか。ふざけた真似してきたら全員ぶっ潰してやる。ごっごっ重い。すいませんでごす。そういえば昨日アフロディとヒロトと3人で遊園地に行ってたみたいだけど。メリーゴーランドとコーヒーカップだけは楽しかったな。有意義な時間だったね、ヒロト君、ゴーレム君。お、思い出しただけで目が。おいおい、大丈夫かよ。どうした満作。アストの姿が見えないんです。まったくどこに行ってるんだ。時間は大丈夫なのか。うん、まだ信じられないな、父ちゃんに俺の試合見てもらえるなんて。私もだよ、アスト。母ちゃんからもらった手紙に父ちゃんがサッカー選手だったって書いてあって、サッカーをやっていればいつか父ちゃんに会えるかもしれないって。すごい、母ちゃんの言った通りになった。うちにあった古いサッカーボール、あれ父ちゃんのだろ。あれか、まだあったのか。うん、あのボールがきっかけで俺はサッカーを始めたんだ。本当にサッカーが俺と父ちゃんをつなげてくれたんだね。見ててよ父ちゃん、俺のサッカー。ああ、楽しみにしてるぞ、アスト。
さん、準備はいいですか？試合中何かあっても、いつでもスタンバってるからな。よし、行くぞ。あ、遅くなりました。どこ行ってたんだ、アスト。ごめんごめん、ありがとう。さあ、行こう。今日も勝つぞ。なんだあいつ。さあ、日本側のボールで試合スタートです。日本、巧みなパスでアメリカをかわします。ここでボールはアメリカへ。この動き、なんて隙のない連携プレーなんだ。アメリカ代表の力はスペインにもロシアにも匹敵すると見て間違いない。今まで無名だった選手ばかりだというのに。全員オリオンっていうから、どんな卑怯な手で来るかと思ったら、普通に強い人たちみたいですね。それだけだったら野坂さんがあれほど警戒するとは思えない。そうだ、奴らはまだ牙を剥いていないだけだろう。大丈夫ですかね、親分。さてさて、試合はまだ始まったばかりですからね。飛ばしすぎだ。父ちゃんが見てるんだ、頑張らなくっちゃ。突然の代表選手の総入れ替えにどうなることかと思われましたが、序盤から接戦が繰り広げられています。もらった。マキシマムスターダーション、軍事衛星フォボス。ビッグマン、武道のマキシマムサーカスを止めました。何？
ディの神業炸裂！あれがヘブンズタイム。まるで時間が止まったみたいに見えた。オリオンの者たちよ、僕は君たちのことをずっと見ていたんだ。君たちがサッカーを怪我し続けているのをね。自分のことを神と思い上がっていた僕に、大切なことを教えてくれたサッカーを君たちは傷つけた。許すわけにはいかない。君たちに負けるわけにはいかないんだ。絶対に倒してみせる。僕らのサッカーを守るために、神の鉄槌を、いや人の怒りを受けるがいい。ここまでだ。総員戦闘態勢、オペレーション Z 発動。よし、イナズマイレブン。おらー、おっと、日本代表キラ・ヒロトボールを奪った。ヒロト君、ボールはアフロディへ。再び出るか神業。ヘブンズタイム。何？ヘブンズタイムがどうなってるんだ。アメリカ代表のやつら。親分、どういうことでしょうか。ヘブンズタイムは一種の暗示、マジックの視線誘導の要領で相手の意識を暗示にかけ、時間が止まったように錯覚させているに過ぎません。それを見抜いたんですか。だからってあんなに簡単に攻略できてしまうなんて。それは彼らが兵士だからだろうね。兵士は上官の命令には絶対服従だ。時に自分の命を犠牲にしてでも下された命令は果たすもの。きっと命令されたんだよ。何も考えるな、何も見るな、何も聞くな。お前たちはただ命令を果たせばいい。たとえ命が尽きようともな。よっしゃ。そう命じられれば彼らは誰の姿もどんな声も一切気にかけない。それでヘブンズタイムを破ったっていうのか。それほど強いメンタルの持ち主でなければ戦場で生き抜くことはできないということさ。アフロディ君の暗示にかかる前にすでに命令という暗示にかかっていたというわけです。いやはや恐ろしい話ですね。好きにさせるかよ。なんだ。あいつら何をしてるんだ。この動き、まさかあの時の。どういうつもりなんだ。なんだか知らねえが舐めた真似しやがって。いけない、待て、不動。どうしたことでしょうか。不動、何もないフィールド上で突然爆発に巻き込まれた。必殺タクティクス、試合拳。
地雷？センターラインから我が軍のゴールまで地雷原と化した。一歩でも足を踏み入れれば無事では済まない。やっぱりあの時の。これがスターユニコーンを倒した技の正体。地雷原？一体どういうことなんだ。まさか本当に地雷を埋めたんじゃ。そんなことはありえない。しかし、心配でしいばね。みんな総員、敵を殲滅せよ。よっしゃ。相手ゴール前には地雷原が。日本、アメリカの必殺タクティクスによって攻めるに攻められません。へっ、しまった。日本側フィールド内でボールを奪い合うことに。日本、これは苦しい。行くぞ、タロネード砲。としてなきゃダメだぞ、アキオ。傷の具合はどうなんですか？ただの打ち身や擦り傷ばかりだ。地面に叩きつけられ、転がった時にできたものだね。地雷の正体が見えない。一体どうなってるんだ、親分。これじゃ試合にならねえ。とにかく地雷の正体が分かるまで守り抜くしかない。ヒューラー、なんだ。地雷原にわざと押し込んだでごしゅ。なんと2人目の負傷者が出ました。日本、日浦に代わり万作がフィールドに出ています。恐ろしい、なんと恐ろしい試合なのでしょう。このままフィールドは戦場と化してしまうのか。みんな気をつけろ。囲まれないように細かくパスをつなぐんだ。野坂さんの言う通り、本物の地雷なんてありえない。何か見落としているに違いないんだ。求め、見つめたものの先に道は必ずある。あの時のあの動き、あそこでフィールドに何かしたに違いない。一体何を。見つめろ、見つめるんだ。3人目です。 F
FFI 始まって以来の悲劇を我々は目撃しているのかもしれません。一体どうすればいいんだ。オリオンの奴らめ、これがサッカーかよ。みんな、道は見えた。アフロディさんも気づいたんですね、地雷の正体に。正体って、ごまかすことなどできはしない。僕の神の目をね。反撃開始だ。アメリカの戦術の前に日本は追い詰められていく。そんな時3人の G が立ち上がる。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印 GGG 戦場のアリア。稲妻イレブン今日の格言、求め見つめた者の先に道は必ずある。以上